SNS で話題になってニュースにも取り上げていただきました。これを見にですね、わざわざ水族館へ来てくださるお客様も増えたっていうぐらいの当館自慢の技になっています。かわいらしくアザラシさんたちがアイアイ傘を披露中です。この傘は何の細工もしてありません。同じものを売店で取り扱っているかもしれません。ニラリポーズいただきます。これはですね、ちょっと傘を抜いただけのバージョンになりますが、こんなポーズもできます。カリフはですね、ポーズを取ってねっていうのは言ってないんですけど、いつの間にかしっかりと隣でポーズを決めるようになりますね。お魚待ちですね、カリフは。押してれば自分もお魚もらえると思ってるみたいで、いつも来てくれます。はい、同じポーズも上手に決まりました。では、動きになります。先ほどのいただきますポーズを